はい、ではですね、ヘナの正しい混ぜ方ですね、溶き方っていうのをちょっとしていきたいと思います。用意するのはですね、花ヘナ、これナチュラルですね。はい、それとボールとスケールですね、明かりですね、とこの混ぜる分とこちら、はい、これは今一応上の水が入ってます。で、結構熱湯でっていう人もいるんですけども、花ヘナでは一応水かもしくはぬるま湯、30度から40度のお湯ですね、それを使って混ぜるっていうふうになってますので、あまり熱湯は正直ね使わないでほしいかなと思いますから、その辺だけ気をつけてください。じゃあしていきますね。じゃあまずセットします。はい、じゃあ一応ボールを用意してスケールの方ですね、セットします。で、次にナチュラルですね、こちらの方を入れていきます。使う量はその人に応じて変えてくださいね。よいしょ、これで今ナチュラルが入った状態ですね。で、この時に水入る前にまず1回ちょっと混ぜます。混ぜないと結構ダマになってしまって、後で溶いた時に水入れた時に大変になりますから、水入れる前にこうしっかり混ぜるっていうのが結構大事になりますからね。この状態でよく混ぜておきます。花へが結構細かいんで、結構こうやって混ぜるだけでもね、混ぜるだけでも結構すごく綺麗にダマなくなりますからね。はい、でこの状態で次水を入れます。水ですね、まあ先ほど言ったぬるま湯でもいいんですけども、今回は水です。で、ちょっとずつ入れるんではなくて一気に入れてしまいます、必要な量だけ。だいたいこの時に一応3倍ですねを目安に、まあヘナの量に対して水3っていう形 で3倍入れてよくかき混ぜて、それで粘性がちょっと硬かったら後で少し足していって、マヨネーズぐらいの硬さにするっていう感じですね。混ぜていきます。時間があるんだったらもうずっと混ぜててもいいんですよね。お料理してるみたいですよね、なりました。大体こんな感じですね、綺麗に混ざってます。ね、でナチュラルの場合は、例えばこれ前日にこれを作っておいて、当日ですね、次の日塗る時にこれ湯煎して温めてそれで使うっていう方法でもいいですし、まあ一晩寝かせると結構ね、ヘナのこう油分っていうのは結構出ますから、それ結構おすすめなんですけどもね。しっかり混ぜて使うっていう形ですね。ちょっとすみません、ではこういう感じです。